ソウルハッカーズ2デビルサマナーの成長要素。マンセイレルムの施設コンプスミスでは、入手した素材を使ってコンプの改造を行うことができる。これでいいんだな。天使のタタラタンは気鋭のコンプ職人で、単純な攻撃力アップや消費 MP の軽減など、バトルに役立つコンプの改造はもちろん、倒した敵からアイテムを入手する確率が上がるヒロエモンなど、探索で役立つスキルをつけることも可能。またリンゴのみコンプの改造によってコマンダースキルを取得可能。自身のプレイスタイルに合わせて自由にコンプを改造しよう。新参道にあるサフィーロではアクセサリーの購入ができる。アクセサリーは防御力の強化はもちろん、攻撃回避など様々な要素に関わるものも多いので、自身の戦闘スタイルに合ったアクセサリーを装備しよう。それを買うんですか？同じく新参道にあるバーヘイズルーンでは、リンゴと仲間が交流することができる。共に酒を酌み交わし会話することをパーソナルイベントと呼び、その結果仲間とのソウルレベルが上昇する。ソウルレベルとは相互理解の度合い。バーでの会話以外に物語を進行していく上でも上昇する機会がある。より高めることで何らかの恩恵があるらしい。正しさのあり方を一つに決めるべきじゃない。コンプを改造、アクセサリーを装備して個人を強化。それを買うんですか？ソウルレベルを上げて仲間との絆を深めよう。ソウルハッカーズ2、2022年8月25日発売。